次に佐伯議員の発言を許します。10番佐伯君、あ、6番失礼しました。6番佐伯君。改めまして、こんにちは。こんにちは。令和6年9月11日水曜日午後2時15分、6番議員佐伯幸男の一般質問を始めます。9月議会一般質問2日目の最後の質問者です。傍聴席の皆様、テレビモニターの前の皆様、お忙しい中傍聴いただきありがとうございます。また後日会議録をお読みになる方、 YouTube の動画の配信をご覧になる方、どうか最後までご覧になってください。私の議員2期目のスローガンは、子育てするなら和み町です。まずは県北地域で子育てをするなら和み町が一番良い町であると言われるようにしようです。そしてこのスローガンを達成するには、県北地域で最も教育が充実した町、教育の町であることと、また県北地域で最も農業の後継者が育つ町であるということが必要だと考えています。では会議規則の規定により通告した5件の一般質問をさせていただきます。質問事項1、学校跡地の活用について。質問の用紙1、南小学校跡地の活用状況を問う。あとは質問席にて質問をさせていただきます。執行部におかれましては、持ち時間内に終わるよう簡潔明瞭な答弁をお願いします。執行部の答弁を求めます。町長、石原君。それではご質問にお答えします。質問事項の1、学校跡地の活用について。質問の用紙括弧1、旧南小学校跡地の活用状況を問うについてお答えします。旧南小学校の活用状況につきましては、先の令和6年6月定例会においてもご質問をいただきました。状況については6月の時点から大きな進展はないものの、町としては当該事業者との調整を重ねているところです。事業の開始に至ってない理由について、こちらも前回の答弁と重なりますが、ロシア・ウクライナ問題などの不安定な世界情勢によるエネルギー価格の上昇、そして大幅な円安の進行によって製品の生産に必要な原材料価格が高騰し、業績を圧迫しているなどの要因があり、計画実行を難しくしていると伺っております。本件についてはまだ事業開始の運びとはなっておりませんが、開始となれば地域の雇用創出、地域貢献への寄与による地域の活性化につながることが期待されるものと認識しております。町としましては、所有権移転から3年となる令和7年1月の期限が迫っており、今後さらなる調整を図り検討を重ねてまいりたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君、はい、質問用紙の1の再質問をさせていただきます。令和7年1月の期限を考え、当該事業者との調整と検討を重ねているとの回答でした。このような時にはですね、いわゆる民間、そういうところではですね、トップ会談で話を進めるということがあります。いわゆる社長と社長の話し合いで課題を解決するということですね。相手先の考えが分からなければ対応はできないと考えております。では再質問として、令和3年4月22日木曜日午後7時30分、旧南小学校体育館で当該事業者との旧南小学校跡地施設活用事業の住民説明会が開かれました。
その際の説明では、令和6年9月工場の試運転、10月には新工場稼働開始と説明を受けておりますが、受けておりますので、住民の方は10月の新工場稼働開始と思っていらっしゃる方もいます。しかしその後の説明もありましたので、現在の状況になっております。では再質問として、当該事業者との話し合い調整ですね、責任を持つ立場の方が話し合いを持っていらっしゃるのか、そして当該事業者は事業開始時期はいつ頃になるとおっしゃっているのかお聞きします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまの佐伯議員のご質問についてお答えいたします。まず、当該事業者とのこれまでの調整状況につきましては、まず、案件の把握が、令和4年の7月となります。それから、対面では、5回程度、その他メールや電話等で調整を進めてきており、直近のヒアリングでいきますと、今年の7月に行っております。確認を行っている内容としましては、経営状況等を踏まえた社内の状況や計画着手のめど等につきまして、確認や意見交換を重ねております。この後また内部の方で検討されるということですので、今度また10月に面談の方を予定しておりますが、その時にまたいろいろお話が進めることになるかと思います。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、今のお話で、10月ということですので、期待をして待ちたいと思います。用紙1の再質問です。旧南小学校跡地の活用により税収の、確保や人口の増加を生み出し、南地区や和み町全域に良い効果波及効果が出るような利活用になるよう、当該事業者との調整をしっかりとしていただきたいと要望して、次に進みます。質問事項2、町有地について、質問の用紙1、旧農業就業改善センター、旧菊水南小学校プール跡地、旧和み町西条跡地の公募型プロポーザルの結果について問う。執行部の答弁を求めます。町長石原君。ご質問にお答えします。質問事項の2、町有地について、質問の用紙1、旧農業就業改善センター、旧菊水南小学校プール跡地、旧和み町西条跡地の公募型プロポーザルの結果について問うについてお答えします。本事業は民間事業者の活力によるノウハウ、創意工夫を生かした提案を広く募ることで地域の活性化を図るため、令和5年度から事業を行っています。令和5年度に引き続き、令和6年度においては令和6年5月15日から6月10日までの約3週間の期間を設け、第2回目の公募を実施しましたが、事業者からの参加表明および募集提案はない状況となりました。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、質問用紙の1の再質問をさせていただきます。今の話ではプロポーザルの参加表明および募集提案はないという状況と、お聞きしました。このような参加表明がない、募集提案がないという状況になればですね、やはり、この売却が成立できるような魅力的な土地にして、再度利活用や売却をしようと考えるのが、普通の考え方ですが、執行部町はこのような考えをお持ちかどうかお聞きします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。現時点では、解体後の公募は検討しておりません。
引き続き販売に向けて財産価値ですとか買い手のニーズを調査研究しながら検討していきたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。議長。6番佐伯君。はい、今の話では、まだ売却、利活用を考えていくというふうに理解しております。では、再質問としてですね、今現在和み町でですね、この新しい新築の家、まあ、宅地造成が36件ぐらいあるというのは、執行部からお聞きしているところですが、この36件ある宅地造成をされているような場所というのはですね、上下水道が整備されているところが多いんではないかと私は考えますが、いかがですか。上下水道が整備されているところにこの36件の宅地造成新築がこう起きているというふうな捉え方でよろしいかどうか聞きたいと思います。インフラ整備がしてあるということですね。町有地についての質問趣旨ですが、その後の関係してくるんですか。はい、はい、この後の再質問以降に関連するということですので特に認めます。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。民間事業者の、宅地分譲、の分ですけれども、まあ、町全域について、まあ、申請をできるようになっております。ただ現状といたしましては、そういったあの上水道、下水道が整備されているところが、多くなっているという状況になります。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、私も、調査しまして、やはり新しい家が建つというのはですね、インフラが整備されているところ、また上下水道があるところが多いというふうに感じております。そこでですね、このプロポーザルの3件の、売却利活用に関してですね、この町有地の魅力を高める方法の、私の提案ですが、長期の目線で取り組む必要があるとは思います。インフラを整備して魅力を高めるということを検討してはどうかと提案させていただきます。具体的にはこの町有地、このプロポーザルがかかった3件の場所ですね、この町有地やこの町有地の周辺に上下水道を整備して移住定住や住宅建設を促進させ、これらの旧農業就業改善センター、旧南小学校プール跡地、旧和み町西条跡地のですね、周辺の土地の価値を高めることで、この町有地の価値も高まりますので、売却にはつながっていくというふうに私は考えますが、この考え方はいかがでしょうか。よろしいですか。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。インフラの整備につきましては、さまざまな条件が必要になってくるかと思います。この、3つの町有地のプロポーザルにつきましては、令和5年度、令和6年度で1回ずつの公募を実施してまいりました。これまでの公募状況を踏まえまして、今年度の公募は一応実施は予定しておりませんが、今後の売却方法等について再考させていただければと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、この質問のですね、このプロポーザルの跡地のこの3件の土地をぜひ私は有効活用していただきたいということで提案をしておりますし、続けさせていただきます。このインフラの整備ですね、上下水道の整備というのは非常に私は重要だと考えております。まあ、例えれば桜タウンのようなインフラ整備を整えてですね、地域の魅力を高めることで、この町有地の利活用売却につながっていくというふうに思っておりますし、ひいては和み町の発展につながると思います。和み町の発展、50年100年先を考えての提言です。再度、このインフラの整備ですね、上下水道を整備していくと、そういう考え方は、検討していただけるかどうかお伺いしたいと思います。
執行部の答弁を求めます。町長、石原君。インフラの整備のお話でございました。藤田桜タウンについて水道施設の整備を町の方で実施し、宅地の販売を行ったという実績がございます。どうしても行政の方で設備投資をいたしますと多額の資金が必要になるということで、今回は公募型プロポザルということで、民間の活力によるノウハウ、創意工夫を生かした提案を現在募集しているところですので、2回終わりまして、参加表明、提案ゼロという結果になっておりますので、先ほど課長からもありましたように、来年度に向けて今後対応、方策を検討してまいれるところでございます。以上です。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、質問用紙の1の再質問を続けます。はい。旧農業就業センター、旧菊水南小学校プール跡地、旧名古屋町西条跡地の管理をしていくことについて再質問します。旧菊水南小学校プール跡地のことをお聞きしますが、ここは他の2箇所と違い、現在も建物が残っております。私や地域の方も見られて、フェンスも錆びておりますし、フェンスはもう壊れかかっております。また危険箇所がありますので、そういうところはですね、修理をするか撤去をするかしないと事故が発生する恐れがあるのではないかと私も思いますし、近隣の方も言われております。この廃校跡地の管理、町有地の管理ですね、そういうことは、取り組んでいただけるかどうかお聞きしたいと思います。執行部の答弁を、しばらく休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。3つの物件は町有地でございます。町有地である以上、町の方で管理の方を行っていきます。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい。答弁をいただきましたが、重ねてこの再質問させていただきますが、旧菊水南小学校プール跡地だけ建物が残っておりますし、フェンスとまた非常に、老朽化しておりますので、もちろん、土地やその周辺の管理も、重要なことですが、この建物の管理ですね、そこは気に留めていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。重ね重ねの答弁になりますけれども、危険のないよう管理の方を行っていきますので、よろしくお願いいたします。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい。では質問事項3に移ります。 DX デジタルトランスフォーメーションについて、質問の用紙1、 DX 推進の取り組みによる効果や町民へのメリット、費用対効果を問う。2、遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムの活用状況を問う。執行部の答弁を求めます。長。町長石原君。はい。ご質問にお答えします。質問事項の、3、DX デジタルトランスフォーメーションについて、質問の用紙1、DX 推進の取り組みによる効果や町民へのメリット、費用対効果を問うについてお答えします。令和6年6月にデジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定され、我が国が目指すデジタル社会として、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会が位置づけられ、デジタル社会で目指す6つの姿として、デジタル化による成長戦略、
2番、医療、教育、防災、子ども等の準公共分野のデジタル化、3、デジタル化による地域の活性化、4、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化、5、デジタル人材の育成確保、6、DFFT、信頼性のある自由なデータ流通の推進をはじめとする国際戦略が示され、これらのビジョンの実現のために、行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や AI 等の活用により、業務効率化を図り、行政サービスのさらなる向上につなげていきたいと考えています。本庁における具体的なデジタル技術活用の取り組みとしましては、令和5年度にデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、住民票等の証明書のコンビニ交付、そして徴税等のコンビニ納付サービスを導入開始いたしました。これにより休日や夜間でも役場の開庁時間に関係なく、ご都合に合わせて証明書を取得していただくことができ、また徴税等を納めていただくことが可能となりました。詳細については担当課長より答弁いたします。次に質問の用紙括弧2、遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムの活用状況を問うについてお答えします。遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムにつきましては、令和5年8月1日に、こちらもデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、導入しています。具体的なサービスの内容としまして、拠点間映像コミュニケーションシステムにより、本庁舎と支所庁舎を専用回線でつなげ、映像と音声により、対面にて担当職員へ各種申請の相談や手続きができるシステムでございます。本庁および支所に6台導入しています。システムの導入により、住民の皆様が本庁、支所、どちらの庁舎からでも、モニターによる対面での相談や手続きが可能となりました。また、災害地等の際に各庁舎間において、映像による対面での職員間の対応にも利用できると考えています。詳細については、担当課長より答弁いたします。以上になります。まちづくり課長、野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。まず質問の用紙、括弧1、DX 推進の取り組みによる効果や町民へのメリット、費用対効果を問うについてお答えいたします。国の自治体 DX 推進計画は、令和2年12月に閣議決定されたデジタルガバメント実行計画において、自治体が重点的に取り組むべき内容を具体化し、足並みを揃える方針を打ち出したのが始まりです。その後、総務省及び関係省庁による支援策等を取りまとめて、デジタル社会の構築に向けて自治体が取り組むべき各種施策を着実に進めていくための計画として、令和2年12月に策定されたものが、自治体 DX 推進計画になります。この自治体 DX 推進計画は、新型コロナウイルス対応について、地域、組織間で横断的にデータが十分に活用できないことなど、さまざまな課題が明らかになったことから、デジタル化の遅れに対して迅速に対処するとともに、新たな日常の原動力として、制度や組織の在り方などをデジタル化に合わせて変革していくことに対応するために策定されました。計画の中では、組織体制の整備、デジタル人材の確保と育成、計画的な取り組みなどについて定められております。本庁におきましては、DX 推進計画は未策定ではありますが、令和5年3月に策定している第2次名古屋町まちづくり総合計画後期基本計画の中で、DX の推進について定めており、さまざまな取り組みを行っております。まず、令和5年4月1日に DX 推進室を設置いたしました。また、令和5年10月1日に株式会社
ジャパン DX と包括連携協定を締結し、町の DX 推進計画の策定や町内におけるデジタル人材の育成などDX 全般に対する助言を受けながら DX 推進に向けた動きを始めたところです。具体的なデジタル技術活用の取り組みといたしましては、令和5年度にデジタル田園都市国家構想交付金を活用しまして、住民票等の証明書のコンビニ交付や町税等のコンビニ納付サービスを導入し開始いたしました。コンビニ交付につきましては、令和5年11月に導入し、令和5年度末までの期間で住民票発行件数156件、発行部数1303枚、印鑑証明書発行件数91件、発行部数1089枚となっております。コンビニ納付につきましても、令和5年11月に導入し、令和5年度末までの期間で税の納付件数324件、寮の納付件数63件となっております。さらに今年度は、書かない窓口の導入や総合ポータルアプリの構築、そしてこのアプリと連動することを前提とした町ホームページのリニューアルなどの取り組みを進めていき、さらに町民の皆様の利便性の向上と業務の効率化に努めてまいりたいと考えております。続きまして、質問の用紙括弧2の遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムの活用状況等についてお答えいたします。遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムにつきましては、令和5年8月1日に本庁、支所に計6台導入したもので、音声と映像でコミュニケーションを取りながら本庁、支所間で窓口の手続きの説明などが行えるシステムとなっております。これまでの利用実績につきましては、導入日から1年を経過した本年8月時点で82件となっております。利用目的の内訳としましては、多いものから死亡後の手続きの説明が54件、障害者手帳など福祉関係の相談が14件、確定申告などの税の相談が8件、国民健康保険や国民年金など手続きに関する相談が3件、農林振興課への相談1件、その他2件となっております。今後の検討課題としましては、より多くの住民の方に利用していただくため、プライバシー、個人情報をしっかり守りながら、いかに利用回数や利用場面を拡大していくかという点になります。その方法につきましては、現在当該システムを主に利用している本庁税務課や福祉課、支所地域振興課などを中心に検討を進めていく予定であります。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。答弁をいただきました。では質問用紙の1の再質問をさせていただきます。令和5年の決算で、この DX 関連電子計算費はだいたい1億4000万円があると思います。また、これだけの、予算が出てるということは、町民に向けてですね、DX のスケジュール感をしっかり示すべきじゃないかということで考えております。この DX の推進最大のイベントと私は思いますが、マイナ保険証、いよいよ12月2日から、切り替わっていきます。マイナ保険証、コンビニ交付、コンビニ納税、書かない窓口、いろいろこれから町民の方は、この DX の恩恵を受けていくと思いますが、そのためにもこの DX のスケジュール感を、町民の方に、しっかりと知らせるべきじゃないかというふうに考えておりますので、再質問としては、このスケジュール感しっかり町民の方にお知らせするべきじゃないかどうか、そのところをお聞きします。スケジュール感、失礼、今の質問でスケジュール感というのは理解できましたか。もう少し具体的に質問をお願いします。DX が進んでいきますと、町民の方は、
書かない窓口をはじめ、このマイナ保険証、どんどんデジタルが進んでいきます。そのことを理解して有効に使っていただきたいと。で、そのことによってマイナンバーカードの交付率も上がっていきますし、デジタルの恩恵を名古屋町の町民の方が受けていくと。しかしまだ知らない方がいるので、先ほど来の一般質問もありましたが、マイナンバーカードの取得率 100% にはなっておりませんですよね。ですので改めてこの DX のスケジュール感、こう便利になりますということを町民の方にお知らせするべきではないかというふうに考えております。執行部の考えをお願いします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。今後はただいまの答弁、ご質問についてお答えいたします。今後DX につきましては、推進につきましては、まだ継続して今後まだ進めていくことになります。まず遠隔相談窓口オンラインシステムの導入につきましては、令和5年の8月1日の広報なごみで紹介をしております。このように各 DX にかかります取り組みですとか、そういったものにつきましては、開始時期につきましては、その都度広報主導で周知していきたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、再質問を続けます。質問用紙の2の再質問です。DX で町民サービスは向上していきます。町民サービス、子育ての支援からものすごく便利になっていくと考えております。この名古屋町でソフト、ハード面、これの組み合わせ、良い結果の表れが、私はこの遠隔相談窓口、オンライン相談窓口システムだと考えております。もっと町民の方に利用していただくよう、これもお知らせした方が良いのではないかと考えておりますが、執行部の考えをお願いします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。先ほどの答弁と重複しますが、まず導入したときですね、令和5年8月1日発行の広報なごみで一度紹介をしております。遠隔相談窓口では資料も画面上で共有できるため、書類の書き方の案内もできる便利なシステムとなっております。また来庁者の本庁秘書官の移動負担の軽減にもつながりますので、再度町の候補市等で住民に周知いたしまして、利用件数の増加を図りたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい。DX の推進はもう形容詞はいろいろつきますが、町の発展の起爆剤になるのではないかと私は考えておりますので、改めて、町民の方への周知の方よろしく、お願いします。そして加えて、これは本庁秘書官の連絡なので、より有効な活用されるのは三河地区の方だと私は考えております。三河支所に訪れられる方がより一層この恩恵を受けられますので、三河地区の方にもより一層周知の方をお願いしたいと要望して、次の質問に行きます。質問事項4、防災について。質問の用紙1、防災行政無線の運用状況について問う。またテレビ放送の中継局の管理先を問う。執行部の答弁を求めます。長、石原君。はい。ご質問にお答えします。質問事項の4、防災について。質問の用紙括弧1、防災行政無線の運用状況について問う。またテレビ放送の中継局の管理先を問うについてお答えします。まず防災行政無線の運用状況ですが、名古屋町の防災行政無線は、災害時などに緊急情報を町民の皆様に周知するための伝達手段として、平成20年度に整備を行い、平成21年度から運用を開始いたしました。運用状況につきましては、これまで大きな支障はなく、緊急情報等の伝達ツールとして機能していると認識しています。またこれから機器等の更新については運用開始から15年が経過していますので、維持管理を適切に行いながら更新計画に基づき整備をしてまいります。次に
テレビ放送の中継局の管理先を問うについて、名古屋町ではテレビ放送の中継局が菊水地区に高葉山中継局、三河地区に中岳中継局の2か所が設置されています。いずれも管理先としては総務省九州総合通信局の管轄となり、民間の放送局に管理を委託されている状況となります。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい、今のお話ありましたが、この7月ですね、私の家やこの南地区周辺では防災無線が2週間ほど放送がありませんでした。またその前後には今は元に戻っておりますが、テレビ放送も途切れ途切れで放送が映らないなどの状況でした。テレビが世の中のことを伝え、そして防災無線で町の情報が知らされる、この普段の生活のありがたさが身に染みて感じたところです。防災のこと、気象のこと、事件のことはインターネットでも確認はできますが、やはり、町の情報、防災無線、そしてテレビ放送が情報を確認する、最も重要な手段ではないかというふうに改めて感じたところです。先月8月8日、宮崎県で発生したマグニチュード 7.1 の地震、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が出ました。また8月29日の台風10号ですが、名古屋町のお隣花王町を通っていきました。台風の目は私が住むところから約3キロほどのところを通り過ぎていきました。しかしこのテレビ放送が映らない、防災無線も鳴らないという状況だったらどうなったのかと改めて、感じたところです。そこで再質問ですが、15年経過した防災無線は更新計画があるというお話でしたが、具体的にはシステム更新はいつ頃になりそうですか。執行部の答弁を求めます。総務課長坂口君。はい、佐伯議員のご質問にお答えしたいと思います。先ほど町長からもお答弁があったようにですね、整備の方は平成21年に整備して、運用開始されまして15年が経過しております。次年度におきまして、親局に設置している機器や中継局の機器の更新を次年度行う予定でございます。以上です。他に質問ありませんか。はい、6番佐伯君。以上。質問用紙の1の再質問を続けます。今、お話がありました通り、更新が行われるということですね。これはまず私が一般質問で以前にしておりますが、機器の更新が行われたとするなら、これも私は DX の成果だと思いますが、防災無線の放送内容を声だけでなく文字で確認することもできるようになりますか。町のホームページや、LINE ですね、公式 LINE、 そういうので、確認するようなことができるかどうかお伺いします。執行部の答弁を求めます。総務課長坂口君。はい、ご質問にお答えしたいと思います。防災行政無線により放送した内容が、町ホームページや公式 LINE へ、情報内容が掲載できるなど利便性を高めたシステムの導入を検討してまいります。以上です。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい、これは質問用紙の再質問ですが提言です。私は以前一般質問でこの質問をしておりますが、防災無線の条例の範囲で、お正月でしたらお正月の音楽を流すとかですね、季節感を取り入れるなど工夫ができないかということを提言させていただきます。町民の方の注意喚起が上昇していくと思いますので、取り組みの方をお願いし提言とさせていただきます。では質問事項5、町行財政運営について。質問の用紙1、菊池川白石関河川公園の管理状況を問う。2、町境の看板の管理と活用状況を問う。執行部の答弁を求めます。町長石原君。はい、ご質問にお答えします。質問事項の5、
町行財政運営について質問の用紙括弧1、菊池川白石関河川公園の管理状況を問うについてお答えします。菊池川白石関河川広場の管理状況につきましては、令和5年度6月定例会におきまして白石関公園の利用状況と今後の利活用についてご質問いただき、河川広場に花を植えてはどうかとのご意見をいただきました。その後検討を行いまして、河川広場は車や人通りが少ないこと、イベント時の除草作業などを考慮し、河川広場を含めた江田船山古墳公園一帯の景観向上、集客の増加を目的に令和6年2月に江田船山古墳公園入り口にアイスチューリップの植栽を行いました。これは花を見ることが少ない冬場に花を鑑賞する機会を作ることで賑わいを創出する目的で実施し、2月上旬から3月上旬まで咲き続け、新聞やテレビにも取り上げられ多くの方にご覧いただきました。なお今回植栽を行った場所については県道沿いで多くの人の目につくことや周辺店舗等との相乗効果を考え選定したところです。詳細につきましては担当課長より答弁いたします。次に質問の用紙括弧2、町境の看板の管理と活用状況を問うについてお答えします。町境の看板としましては県道16号線沿い本町と玉名市、そして本町と山鹿市の境界に2カ所菊水ロマン館の案内看板がございます。この看板に頸水幕を掲げる箇所がございますので、古墳祭りや大和郎祭りの開催時期に祭りの PR のための懸垂幕を掲示しています。現在はブランディング事業のキャッチフレーズであるあなたに和みをの懸垂幕を掲示しています。引き続き町 PR のために当該スペースの活用を図ってまいります。詳細につきましては担当課長より答弁いたします。以上になります。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。まず質問の用紙括弧1、菊池川白石関河川公園の管理状況を問うについてお答えいたします。菊池川白石関河川公園につきましては年間4回草刈りを行っております。こちらは業者への業務委託により実施しております。次に質問の用紙括弧2の、町境の看板の管理と活用状況を問うについてお答えいたします。町境の看板につきましても適宜草刈りを行っております。こちらは町の方で行っております。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい、質問用紙1の再質問をさせていただきます。今のお話によればですね、令和5年6月議会で私が町民の声を一般質問で取り上げた結果、令和6年2月に得た船山古墳公園入り口にアイスチューリップのお花が植えられ、冬場でも明るい感じを出すことができ、新聞やテレビに取り上げられたとの答弁でした。お花を植えるだけなら費用もそれほどかからないし、今後はですね、募金やクラウドファンディングや国や県の補助金を活用すればもっとお花が植えていけるというふうに私は考えております。再質問ですが、菊池川白石関河川公園、を、町民や観光客が有効に利用できたら、隣接する肥後民家村、カヌー館、キャンプ場、道の駅菊水ロマン館もにぎわうとの町民の声を聞き、この一般質問を、令和5年6月議会でし、今日につながっております。町の明るい話題ですが、芸能人の真矢美希さん、熊本和みで深呼吸、心安らぐ旅日和、旅色ムービー、 YouTube の動画配信が行われております。旅色雑誌の発行も行われるというふうに全員協議会で説明を受けました。 TSMC 関連の誘致やインバウンド誘致も、しっかりと力を入れて行っていくというふうな説明も聞いております。今後ですね、白石関河川公園、またその周辺にですね、お花を植えるとするなら、台湾の
国の花の梅の花やジンゼンファー、日本語で忘れ草、または姉妹都市の韓国の広州市を思えば韓国を象徴する花ムグンファ、ムクゲの花も植えることも考えてはよいのではないかと私は考えますが、執行部の考えをお聞きします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。現在のところ、植栽時期ですとか、植栽場所、花の種類などは、予算も含めて検討中でございます。ご意見として伺い、今後そのような視点についても勉強させていただきたいと思います。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。はい、では再質問を続けます。質問用紙の、2の再質問に移っていきます。この質問は以前した質問の続きでもありますが、この県道16号ですね、玉名山賀線、1日1万7000台の車が通ります。年間にすると630万台です。町の PR、あなたに和みを、これは、あなたに和みをの懸垂幕をかけて宣伝する、これは本当に素晴らしいことです。しかし、この町境の看板はですね、道の駅、菊水ロマン館の看板であります。私は新米入荷とかですね、新栗の販売とか、この道の駅ロマン館の売り上げにつながる懸垂幕をかけてはどうかというふうに提案をお聞きしたいと思います。この、ロマン館に出店されている町民の方の収入が増える、ことにもなりますので、懸垂幕、ブランディング事業を掲げるのはもちろん必要ではないかというふうには思いますが、まずはこの売上増加、そういう意味のこの懸垂幕をかけたらどうかというふうに考えますが、執行部の考えをお聞きします。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。町の PR にとって、効果的であると考えるものにつきましては積極的に取り組んでまいりたいと考えております。以上になります。他に質問ありませんか。以上。6番佐伯君。参考に聞きたいんですが、このようなことはどの課の方がされているのでしょうか。懸垂幕を掲示する担当課ですね、はい、とか作るとかですね、はい、執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。はい、ただいまのご質問についてお答えいたします。町境の、菊水ロマン館の、看板の管理につきましてはまちづくり課の方で担当しております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。はい、まちづくりの方は本当に大変だと思います。町民の方、また私も考えておりますが、まちづくり担当課、仕事が多くて大変じゃないのかというふうにいつも考えております。もともとまちづくり課というのはですね、町長の考えをまず実践する課ではないかというふうに私は捉えておりました。民間で言えば営業第一課、営業戦略本部という位置づけではないかというふうに私は思っております。町民の方からもそう聞きました。町民の方はですね、まちづくり課はお祭り担当課ですかとも聞かれます。また子育て担当課ですかも聞かれます。古墳祭や民間のやるような仕事もすべてまちづくり担当課の方が一生懸命されておりますので、その姿を見ればそう思われるのかもしれませんし、また子どもの その補助事業とかもこのまちづくり担当の課の方がされていますし、まさにこのまちづくり担当課というのはですね、仕事が多岐にわたっているのではないかと思いますが、私はですね、この町長の、素晴らしい考えをすぐ実践し、町の発展につなげていくのがまちづくり課の本来の仕事ではないかというふうに考えております。そこで、再質問としてですね、この町境の看板ですね、改めて先ほど答弁もありましたが、この町の
ブランディング時はもちろん重要です。しかし、年間630万台の車が通るところの看板なんです。宣伝広告塔なんでありますので、まずはこのロマン館の物品販売が増えるような発想、そういうふうなことを第一に考え、この年間630万台が通る車のところに立っている看板をですね、有効利用していただきたいというふうに改めて、思いますが、担当者の方いかがでしょうか。執行部の、しばらく休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。今のお話がありました通り、一つの観光 PR の材料としては大変重要な役割を果たしているかと思いますが、先ほど DX のお話もありました通り、いろんな SNS ですとか、いろいろ広報媒体もございますので、そういったものも重要視しながら、バランスを取りながらですね、観光 PR を行っていきたいと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。再質問を続けます。これは提言でもあるしお願いでもありますが、町境の看板ということでですね、こだわって聞いておりますが、役場の職員の方、素晴らしい発想を持っている方がたくさんいると思いますし、柔軟な発想がある方もいらっしゃると思います。ぜひ、この町境の看板はもちろんなんですが、この町のものを有効利用してですね、宣伝効果、町の発展につなげていただきたいと思います。私が思うに、町境の看板はまだまだ有効利用することができると思いますし、その近くにはですね、金栗四三さんの、看板が、今もちゃんと立っております。反対側を見れば玉名市の方が、一生懸命金栗四三さんの看板や上り旗を立てて誘致活動も行っております。私たちの、考えでは及びつかないことが、この役場の職員の方から出るかもしれませんので、この新しい発想というんですか、もちろん DX の活用もそうですが、素晴らしい発想を職員の方どんどん出していただいて、この、630万台も通るこの、玉名山川線、この道の、通行量、そして人の流通、流れも利用して発展につなげていただきたいというふうに、提言させていただきますが、お答えができるようならお願いします。大丈夫、執行部の答弁を求めます。まちづくり課長野田君。ただいまのご質問についてお答えいたします。それぞれ、観光 PR するに至りまして、どういった方が、見られるのか、そういったものを見極めながら、その観光 PR の、素材を、活用しながら、効果的な観光 PR につなげていきたいと思っております。以上になります。他に質問ありませんか。6番佐伯君。一般質問の結びにあたり、答弁は結構ですが、私は平成30年6月の初めての一般質問から一貫して言い続けています。未来は見えない、しかしその未来を作るのは今なんです。10年20年50年後の長期目線が必要です。明るい未来を目指して進んでいくには今行動をすべきです。行政、教育、ビジネス、何でも結果は人と人とのつながりです。地方が元気、人が元気とは、人、物、お金、情報が効率よく循環している状態のことと私は考えております。それゆえ、地方創生、活性化はまず知らせることから始まると思います。知らせること、広報、宣伝が最も重要です。どんな良い施策も、情報をですね、知らなければないと同じです。町内、町外、世界に向けて発信していただきたいと希望します。今、地方が衰退していくと、日本経済も衰退すると言われていますが、
和み町が元気になることで日本を元気にしていきたいと私は考えております。以上で6番議員佐伯幸男の一般質問を終わります。以上で本日の会議は全部終了しました。